こんにちは。こんにちは。ウズです。よろしくお願いします。お願いします。ドレスシリーズ40番から50番ぐらいまでハマっていたのはやっぱりジャカートドレス。はい。で48番その佳境になって、今度ラメのジャカート発見しまして、うん、おこれは言っときたいなっていうので、ただですねシンプルな形に、することで使いやすい雰囲気にはまとめておりますので、うんうん、ご紹介させていただきたいと思います、はい。まず、素材からだよね。そうですね、ちょっとおそらく着用動画でインサート今入っていると思いますので、素材シルエット自体は A ラインの、この時期こういったワンピースシンプルなの多いですよね。生地がやっぱ派手な分、でその感じの生地がこういった小花柄の、ジャカートにラメが乗った、そう細かいラメが可愛いよね。その一見普通にマットなところで見るとマットに見えるのに、光が入るとちょっとキラキラっとする感じがラメだけどちょっと上品でいいですよね。うん、本当に。とはいえ素材自体はポリエステル中心ですよね。そうです、ポリエステル 100% です。シワになりにくく、ご自宅でお洗濯はできます。ですよね。で、当時流行っていたね、こうやって見ていくとやっぱ分かりやすいですよね、うん、YouTube 見てるよっていう方は、あ出た出たこの時期ねっていう風に、ね、なりますけども、2023の、秋冬っていうんですか、秋冬シーズンはもう長袖作ろうって言ったら袖ポワンだよね、うんうん、ポワンしてますわ。それこそ2022年の終わりくらいからポワンし始めてるんで、23年の春の長袖もポワンなんですよ。2023の春もポワン、じゃあ1年ぐらいポワってたんだね、はい、ポワってました。半袖の時期を1回やめてただけで、半袖だったらできなくて、はいはい、やっと終わったんだねこのブームが。まあなので40番後半台のドレスもポワンしてますもんね。してますしてます。うん、なのでこういうのが好きな方はぜひここら辺のねドレスをね購入いただければと思いますね、はい、はい。ちなみにこちらあのやっぱベルトとかをして、はい、ウエストマークしたい方がいるんじゃないかということで、うん、ベルトループだけ両脇についてるんですが、あの同じベルトというのはこちらにはついていないので、はい、お気をつけください。はい、はい、では寸法の紹介をお願いいたします。はい、こちらが S サイズと M サイズの2サイズ展開になっています。通常ドレスシリーズというのは3サイズ展開が多いんですけど、こちらは2サイズになっていて、なんでだ、S サイズで着丈が115センチ、あ長めなんだ。 M サイズで125センチになっています。で肩幅がフレアもすごい、はい、肩幅が S サイズで36センチ、 M サイズで38センチ、バストが S サイズで98センチ、M サイズで102センチ。でこちらはウエスト切り替えないんですが、はい、広がっているので、広がっている。ウエストが S サイズで123センチ、M サイズで 127.5センチ。袖丈が S サイズ 58.5センチ、M サイズ60センチになっています。うん、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとこういうフレアのさ切り替えのないものってね、短く見えがちなので、うん、長めにしているので M プラスサイズがないよということですね。はい、という、ラメジャカートワンピースのご紹介でございました、はい。チャンネル登録よろしくお願いします。着用動画見ていてください。ありがとうございました。はい、こんにちは。ではラメジャカートのワンピースですけども、こちらいかがでしょうか。これはそうですね、特にこう着用してる、着用しててきついとか、まあ、身幅とかないんですけど、ちょっと袖口タイトめかなって感じなので、うん、そこだけ注意して見ていただきたいのと、あとはちょっと素肌で着るとちょっと若干チクチクするかなって思うので、うん、肌弱い人は中インナー着た方がいい系です。いい系です。はい、でも軽いし柔らかい生地なので着心地は楽に着れて、いいワンピースだと思います。うん、一日これ着てなんかやってましたよね、それは大阪で。それで重たくもなかった。全然疲れなかったんですけど、半袖のインナーにこれ着てたと思うので、うん、その時ちょっとチクチクするなと思ったぐらいで、それ以外は特になかったので、
肌弱い方は長袖着た方がいいです。もうハイゲージのニットの首周りが割とそうですね、開けがあるから着れそうですよね。はい、お洗濯もできますので、まあ、日常で着ていただいてもいいですし、ベルトとかしていただいてちょっと綺麗めなコーディネートにしてもいいワンピースですね。はい、というご紹介でございました。ありがとうございました。